百州武道具店の動画。こんなところでグッド手の内に出会えた。こんにちは、百州武道具店の上です。やってますか。おー、今日は後ろ足が跳ね足になっちゃう、この跳ね足の直し方のお話をします。そもそも跳ね足って知ってますか。打った後にね、左足がこうやって上がっちゃうんだよね。先生に言われたことあるかな。なんで跳ね足が悪いかというと、とにかく左足が残ってしまうんですよね。本当は引きつけないといけないんだけど残ってしまう。だから力が入らずに前に飛べない、連続技が出せない、打った後のすぐ次の技が出せないといったことがあります。もう直したいよね。今日このビデオを見るだけで跳ね足になってしまう原因と直し方が分かるようになります。跳ね足が治るとどうなるかというと、左足の引き付けが早くなって体勢が崩れなくなります。だから攻めと守りが上手にできるようになって、打つべきタイミングで瞬時に技を出せるようになります。試合でも審査でもとても重要です。できるだけ分かりやすく説明しますので、今日も聞いてください。なんで跳ね足になるかというと、ズバリ足幅が広いからなんですよ。足幅が広いと左の腰が逃げて、左足が左方向に向いちゃうんですよね。いわゆる種目足ってやつです。そうです、跳ね足になってる子は同時に種目足になってる子が多いんです。足幅を狭めれば両方一遍に治ります。種目足になる人は左膝が緩んでるんだよね。剣道には左膝を内側に締めるっていう教えがあります。人って不思議でね、手の具合はわかるんだけど、足ってやっぱりね、ちゃんと意識しないとわかんないんだよね。やってみるとわかるんだけど、左膝を内側に向けるっていうのは、膝だけ前に向けるなんてことはできなくて、左足の一番付け根の部分、股関節ごと前に向けるようにやらないとできないんだよね。足幅を狭めようっていうと、心配なのが、いや、足幅が狭すぎると、打っていけないよって言うんだよね。確かに足幅が狭すぎると不安定になってしまうんです。そうなんです、実は狭すぎてもダメなんです。どの足幅がいいかというと、基本的なね、こういう足幅っていうのはあるんだけど、体はみんな一人一人違うので、具体的に何センチっていうのはないです。そこは体重のバランスで考えます。理想の足幅は前後の体重バランスが前4、後ろ6になるぐらいなんです。この4対6になる足幅を自分で見つける必要があるんです。足幅が極端に広かったり狭かったりすると4対6にはならないんです。9対1とかになっちゃうんですよね。足幅については、僕も高校生の時、中学生の時、3段4段ぐらいまで結構広い広いって先生に注意されてました。でも5段になる頃にあれって思い出して、今は6段なんだけど、足幅はね、ほんと狭くなってきます。みんな同じです。左足で蹴るっていうイメージがそもそも間違ってる場合があります。左足で蹴れっていう指導されてることが多いので、ほとんどの人が、いや私には蹴る力が足りないんだと思ってどんどん蹴っちゃうんだけど、そもそも蹴るっていう感覚が違うんですよね。左足で床を蹴ったら、それは反動で誰だって跳ね足になるんです。実は蹴るっていうより、床をしっかり捉えて後ろに押すイメージなんだよね。蹴るんじゃなくて押す、前に体を出すように押す。不思議なもんで、左足で床を押すようなイメージをすると、自動的に左足の引き付けも速くなるんです。2つはこれもつながってるんです。しっかりと左足で体重を支えて、おへそや腰を水平に前に出るように体ごと送り出す、押す、そういうイメージです。次は左足かかとをぐっと下ろすっていうことですね。これはちょっと難しいんだけど、常に左足を準備しておくってことと同じだね。具体的には左足のかかとをグッて下ろしておくってことなんです。左足のかかとに気をためろとか、かかとを踏むと言ったりしますけど、左かかとをグッと踏んで気をためておけば、実はいちいち体重移動をしなくても瞬時に体を動かすことができるんですよね。左かかとが上がってると力が抜けてるの。これだと打つ瞬間一回かかとをグッと下げて前に出ると。そのね、このグッと下げてる時に
もう出遅れてるんだよね。この瞬間打たれてしまいます。以上が跳ね足の直し方になります。ポイントは跳ね足だけを直そうとしてもできないってことだよね。コツは打つ前の足幅と体重バランスと左足で蹴るではなくて前に押し出すっていうことでした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。